エブリデイまゆチャンネル。皆さんこんにちは、日々まゆのです。つぼし恋愛性格診断ということで、今日はこちら、右手にしかない反射区なんですけど、こちらの肝臓の反射区を、紹介したいと思います。こちらの肝臓の反射区が健康な状態の人とそうでない人と性格診断していきたいと思います。ということで、まず肝臓の反射区がここね、健康な状態の人は器用でおしゃれ上手な人が多いです。あとはすごく活発で白黒はっきりしたことを好みます。なのではっきり物を言うこともそうですし、面倒見がよくって頼りになるお兄さんお姉さんタイプの方が多いです。あとは音楽好きな人も多いなと思います。逆に肝臓の反射区があまり健康な状態でない人はイライラしやすくなってしまいます。気が短くせっかちになっちゃったり、すごくヒステリックになります。好き嫌いが激しくなるのもそうですし、大声を出したり、そうやってもうイライラしがちになってしまうんですけど、怒りすぎると逆に自分で自分の肝を傷つけてしまって、それでまた怒って疲れて、その疲れのループから抜け出せなくなってしまいます。なのでうまく気を紛らわせるとすごくベストなんですけど、自分で肝臓の反射区をしっかり押して嫌な気持ちを吹き飛ばすぞというような感じでございます。ということで皆さんも右手の肝臓の反射区をしっかり押して滞りをなくしてください。そして気になる彼の肝臓もしっかりチェックして性格診断してみてください。ということで皆さん今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。みんないつもありがとう。